京子です。今日は梅雨の時期にやっておきたいアジサイのネイルアートを紹介します。今回使用したジェルはご覧の通りです。同じメーカーのものがなくても似たカラーで代用してできるので、お手持ちのカラーでやってみてください。ベースジェルを塗り終わったらシアーホワイトを2度塗りします。次にマットトップジェルを塗って硬化します。マットのトップジェルがない場合は未硬化ジェルを拭き取って表面のツヤをバッファーで消しておきます。今回はネイル用のカラーインク青と紫を使用します。いろいろなメーカーから出ているのでお好きなのを使ってください。先ほどマットトップジェルを塗った爪の上に2色のカラーインクをのせていきます。アジサイの様子を表現したいので小さな点をいっぱいのせました。青と紫どちらからのせても大丈夫です。インクをのせ終わったらブラシクリーナーをつけた筆で少しずつぼかしていきます。メーカーによっては透明のぼかし液がついていたりするのでそちらを使ってください。次に紫と透明の四角いホログラムを用意します。四角いホログラムはなかなか見つけることができないので持っていない方は丸や六角形のホログラムを使用してください。クリアジェルを塗って2種類のホロをのせます。横から見てホログラムが飛び出してないか確認してから硬化します。
この上にビルダージェルを一度塗って硬化します。未硬化ジェルを拭き取ってバッファーで表面を滑らかにします。ホログラムが飛び出していない場合はこの工程はスキップしても大丈夫です。今回アジサイを描くのに使用したブラシはブルージュのミニオーバルブラシです。筆の薄い方を使って花の中心に筆を置いてそのまままっすぐ上に引き上げるようにして花びらを描きます。まっすぐ上に引かずに横に引いてしまうと花びらではなくて葉っぱみたいになってしまうので気をつけてください。
花びらを好きなだけ描いて硬化します。花の中心を描くのにプリジェルのアート用の筆を使います。花の中心にシルバーラメを少しずつ置いて硬化します。最後にトップジェルを塗って完成です。このアートは間近で見るよりも手に描いて少し離れたところから見る方がより綺麗に見えます。動画を撮る前に紫色で描いた方がよりリアルかと思って描いてみたのですが、実際に見るととてもぼやけた印象になってしまうので、今回動画は白で描きました。白で描くととってもはっきりするので、どちらが好きかお好みな方で描いてみてください。この動画が役に立ったらいいねボタンを押していってくださいね。チャンネル登録がまだの方は登録もよろしくお願いします。登録ボタンの横のベルボタンを押すのも忘れないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。